ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継。今日は高千穂町からです。高千穂峡の清らかな湧き水を利用した全国でも珍しい淡水魚専門の水族館、高千穂峡淡水魚水族館から藤崎アナウンサーがお送りします。藤崎さん。はい、今日は子どもたちの夏休みの自由研究にぴったり、高千穂峡淡水魚水族館に来ています。まずはこの施設について簡単にご紹介しましょう。三角屋根が特徴の高千穂峡淡水魚水族館は、高千穂峡のシンボル、真内の滝を一望できる橋のたもとにあります。玉垂れの滝の湧水を使っている水槽には、五ヶ瀬川水系の淡水魚を中心に、県の希少動物でもあるアカメやチョウザメ、南米やアフリカ産の熱帯魚などおよそ100種類が展示され、学習施設や憩いの場となっています。さあ、中に入ってきました。皆さん見えますか？これニジマスなんですけど、このように実際に触ることができるタッチプールもあるんです。子どもたちにとってはとってもいい経験になりますよね。さて、ここからは水族館の佐藤さんと一緒にお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは、なんといってもこの真ん中の水槽、はい、大きい魚がいますね。はい、そうです。宮崎キャビア生産のために開発されました宮崎県産の白チョウザメになります。こんな大きいんですね。チョウザメってサメの仲間なんですか？はい、皆さん大変驚かれるんですけども、チョウザメの仲間は北半球の海や川、湖に住んでおりまして、はい、サメの仲間は世界中の暖かい海に住んでいます。サメには鋭い歯がありますけれども、チョウザメにはありませんので、人を襲うようなことは絶対にございません。名前にサメとついてますが、全く別の生き物というわけなんですね。そして奥に進んでいきますと、このように手紙が飾られているんですが、こちらは一体何でしょうか？はい、5月に遠足に来ていただきました地元高千穂小学校3年生の皆さんのお礼のお手紙になります。はい、ということでここからはですね、実際にここを訪れた子どもたちが興味を持った生物をご紹介していきたいと思います。まずは3年生の橋本小桃さんのお手紙です。金魚が触れました、ありがとうございます。カエルでおもちゃみたいなカエルがいたんですね、びっくりしました。はい、ということでこちらがそのカエル、はい、こちらになります。何という種類でしょうか？アフリカツメガエルと言います。日本のカエルと違いまして、後ろ足の水かきが大きく発達しておりまして、爪が大きく生えているのがこのツメガエルという名前の由来になります。確かに後ろ足大きい爪がありますね。そして今餌を食べているところなんですが、なんか可愛いですね。はい、なんかすごい格好ですね。餌をかきか前足で抱きかかえるような形をして、はい、大変面白い餌の取り方をしております。本当におもちゃみたいな変わったカエルなんですね。はい、さあ続いてのお手紙です。同じく3年生の田辺風雅君のお便りです。僕が好きになった魚はドクターフィッシュです。手のゴミを食べた時がくすぐったくて好きになりました。ということでこちらがドクターフィッシュですか？はい、そうになります。こちらのガラルーファという正式な名前が医者の名前を持つ不思議な魚になります。人の皮膚の角質をついばむ魚でして、トルコの温泉ではアトピー性皮膚炎の治療などにも有効とされております。これもまた不思議な魚ですね。実際子どもたちに体験してもらってるんですが、どうですか？くすぐったいです。どう？面白いです。やっぱりこの施設ってこうやって実際に体験できるっていうのが一番の魅力ですよね。はい、そうなります。夏休みにはぜひとも大勢の子どもさんたちにですね、この高千穂の水族館の魅力を伝えたいと思います。皆さん大勢で遊びに来ていただけるでしょうか？はい、ぜひ皆さん夏休みの自由研究の参考にされてみてはいかがでしょうか？皆さんのお越しをお待ちしています。以上中継でお伝えしました。